つまみチャンネルポッドキャストへようこそ皆さんこんにちは、なちです。このポッドキャストでは作業をしながら聞き流せるラジオのような動画を配信しようと思っています。実際の作り方などは別のコンテンツとして配信してますので、ぜひそちらもよかったらご覧ください。ここではね、私が見つけた面白いこととか、私が日々感じていることとか、そういうことをメインにいろんなおしゃべりをしていきたいと思っています。ぜひチャンネル登録といいね、あとコメントもよろしくお願いします。では、本日も、 スタートです。聞いてね。つまみチャンネルへようこそ。皆さん、こんにちは。なつです。えー、ちょっとね、なんか声がおかしい状態になっちゃうんで、ごめんなさい。聞きづらいかもしれないんですけど、どうぞよろしくお願いします。えー、っとね、今日はね、えーっと、まあ、きつねちゃんがね、 一段落してのタイミングなんですけど、まあ10月はいろいろあるのでね、なんかゆるくおしゃべりしたいなと思っています。えっ、ー、と、まあ10月入ってからですね、えー、いろんなことがありまして黙っちゃった。<laughs> なんかすごくふわっと変わった月だったんですけれど、 10月に入ってね、なんかふらっとお出かけした先にあった神社で、えっ、ー、と、ちょっと中を見ませんかみたいな感じで、観光案内所みたいなところでね、入ったんですけど、まあ300年前の神社だったんですね。弁天様の神社だったんですけれど、そこで、まあちょっと、こう、狐さんに呼ばれたみたいな感じで。 ふら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 っとこうね、いろいろな狐さんとの出会いがありまして、そのままおうちに狐さんがくっついてくるような状態で、で、ああ、そうだ、狐作ろうかなって思ったところから、まあ、狐さんを作るための、狐さんを神社まで運ぶための箱を作り、狐さんを作り、装飾のもみじさんを作り、そして奉納するという、 17日、18日、えっ、ー、と、18日ですね、17日がちょっとお天気悪くていけなかったので、18日の日に、えー、きつねさんを奉納してきたんですけれども、えー、実はですね、その奉納した時の動画を撮って、25日に配信する予定だったんですけれど、あのー、おしゃべりに大変夢中になってしまいまして、動画を撮るのをすっかり忘れて、 奉納だけして帰ってきちゃいました <laughs>。もう、何やってんだろうね。私、本当におバカだよね <laughs>。2時間半ぐらい、ずっと喋って、そのまま帰ってきちゃいました <laughs>。もう、バカだよね <laughs>。なので、まあ、ここのね、えっと、今回背景で使ってると思うんですけども、多分、写真はこれだけにしか かないです <laughs> まあまた作ればいいからねまた作るわそのうち。<laughs> まあなんか不思議な狐さんとの出会いでもうねっ、えー、と狐さんは展開に帰っていってしまいましたいろんなことを教えてくださって面白い気づきもくださってあなんかすごい深い出会いがあったなって思ってでまあいろんな方とのねつながりもつなげていただいてもうなんかすごい楽しい10月だったんですよ。 今までこんな経験したことないなっていうようなことをいっぱいさせていただいて、で、まあ、箱作るところからキツネさん、もみじさんまで、なんかキツネさんに教えてもらったこととかをね、ちょっと話したりしてるので、まあ、スピリチュアルっていうのともまたちょっと違うんですよね。で、宗教的なお話っていうのとも違うんですよね。なんかちょっと不思議なお話なので、よかったらぜひ聞いてください。<laughs> そっち側でも小出しにして出しています。で、えっ、ー、と、まあ、ハロウィン近いしね、10月ってほら、神奈月って神様いないんですよね。なので、えー、まあ、その辺の話も含めて、さらっとしていきたいなと思ってますので、よかったらぜひそのままお聞きください。えっ、ー、とね、私が、そうだな、キツネちゃんが、 まあ、神様ににおいいししてててるキツネさんんがね私にくっついてきてしまっつきまたんですよ <laughs> でもねなんかほら狐に疲れるとすごい変な人生になって変な人になってねなんか悪いことしちゃうんじゃないかって思うかもしれないんですけれどそういう狐さんではなくてなんかすごい気高い狐さんだったんですよねでいや危ないよって思うかもしれないんですけどなんかもう わかんないじゃないですかこっちは。<laughs> でえー、とまあきつねさん来ちゃったからねお団子好きだって言うからお団子と抹茶と添えて神棚に供えてまあ今日一日ありがとねっていうようなことを何回かこう何回かじゃないですね1週間くらい毎日やったんですよ。でその中で神様にね あの狐さんにもそうだけどもありがとうございますってなんかすっごくねなんか奇跡的なことが起きた日があったの。で「なんだこれはすごいぞと」とやっぱり狐さん一緒に来てくれてお団子とお茶あげたからかなと思ってその日からなんかあそうだもうちょっとじゃあ、ね、お供えするものをグレードアップしようかなって思って、えー、いろいろ買ってきて。 あの、あげたんですよ。そしたら、めっちゃ怒られたんです。<laughs> ええって、だって、ねえ、なんかいろんなことしていただいて、なんかありがとうのお礼なのになんかグレードアップさせてお団子もね、ちょっともうちょっと高いお団子あげたりしてね。<laughs> いや、気持ちだからって思ったんだけど、あのね、そうじゃないんだって。我らを、 そのようなものと一緒にするなって、ね、めっちゃ怒られたの。<laughs> 物をくれるからね、あの願い叶えてくれるというようなそんなものと一緒にするなってめっちゃ怒られたんですよね。<laughs> で、そこで教えてくださったことがあって、えー、神様っていうのは目に見えない存在で,で、神社っていうのは目に見える存在なんですよ。 で私たちが思っていることっていうのも目に見えなくってで感謝の行為っていうのは目に見えるものなんですよね。で神様っていうのは私たちがやるとかなんかこうしようとか困ったなっていうその感情をしっかり見てるんですよ。特に弁天様の神様はねお使いの方もみんなそう。でねえっ、ー、と例えばこう神様に お酒とお米とお塩備えるとかあと仏壇もそうですけれどもなんかこういつも備えているものに今日は何か添えてあげようかなって思って添えてあげるこれは気持ちで,すよ、ね、でもこの気持ちっていうのが、えー、人によってはどんどんエスカレートしていくんだそうです。 いいことあったからいいもの備えようまたいいことあったからもっといいもの備えようみたいな感じでどんどんエスカレートしていく人間の気持ちってそういうところがあるよねっていう話をされてで、えー、神様っていうのはそういうお供え物をよくしたからいい行いをしてくれるわけじゃないんですねえお、ー、いしいお団子よりももっとおいしいお団子 お茶ももっと高いお茶をあげたからもっと自分に幸せなことが起きてくるかっていうとそうじゃないそんなこと言ってましたで、えー、と自分に利益を振らせてくれることを目的として何かをあげるもうこの時点で神様へのお願いをしていないんだよっていうことを言ってました自分への 見返りを求めて神様にものをあげている時点でもうそれはね神様にお願いをしていることではないんだって神様が見ているのは感情なんですよだからこれをあげるからなんとかしてっていうのはもうそれ神様に向かってのお願いじゃない神様以外のものについてのお願いだから神様のふりをして何かしてくれるとか そういうものたちはこの世にたくさんいるのでそういうものが寄っていっちゃう神様は黙って見てるだけであなたがどういう行動をして何を考えてどういうふうに自分の世界を作っていって歩んでいくのかそれを見ているで見守っていて助けてあげようって思う時はしっかりその道を開いて助けてくれるでもそこになんか これれををああああげげげよよよううううとととか、あれをあげようとか、もももっっっっ高いものをあげようっていいののててては必要ないって言ってたんですよね。自分が決めたことに対してしっかり自分が取り組んで歩んでいく前に進んでいくそういうことをしっかりしているとそれだけでもう十分だっていうような話をしていたんですよまあこっち側の気持ちとしてねなんかこうお供えしたいなっていうものがあったらもちろんそれは構わないんだけれど それをあげたからいいことあるんだよねっていうふうに思っちゃうともうそれは違うんだってそんなものは受け取りたくないっていうことを言ってたんですよねで、えー、神社にさあの行く時にねみんなお賽銭あげてくるじゃないですかあれもそうなんだって、えー、お賽銭を入れれば入れるほど神様にお賽銭あげればもっとお金入ってくるよ っっててていいうようよなことを言ってる人もいてだから神社のおさ銭はけちっちゃいけないってだからもう自分があげれるだけの最高額をねおさ銭箱に入れるといいよってそうやって言ってる方もいるんですけどそうじゃないんだってそれは自分がおさ銭を入れたらそれ以上のものが返ってくるんだよね神様って言いながらおさ銭を入れてるだからこれは神様にしてみればものすごく嫌な ににされたよううななななそそんん気持ちになるそうなんですよねで実際おさ銭っていうのは1円でも5円でも気が済むだけ入れればいいんだと。でまあでもねお札入れましょうとかできるだけ大きな金額入れましょうっていうのもあながち間違ってはいなくってそれなぜかっていうと神社を維持するのにはお金がかかるんですよ。 えーね、神社にお勤めしている方もたくさんいるし設備も壊れてくるしそういうものも直さなきゃいけないそれらは全部おさ銭なんですねだからそういうところをねぎらうつもりで入れるこれが正しい神様に対してはおさ銭はいらないでもそこの場所を守ってくださっている人たち人間たち そこの場所を直してくださって、えー、維持してみんなのために働いてくださっている方はご飯も食べるしお給料も必要なんですよ修繕されるためにはお金も必要なのそういうことをするためにお金が必要なのそのためのお金を出すこの行為はすごく尊いことでもそれをしたからといってそ,のそれ以上の金額を神様が回してくれるっていうことはないんですよ だから神社のおさをたくさん入れたからといってその人にお金の巡りが良くなるかっていうとそうじゃないっていうことは言ってましたむしろそういうふうに入れられることはすごく侮辱された気分になるので神様に対してはやめた方がいいだからお祭りおい銭箱に、えー、たくさん金額を入れようと思うんだったらいつも神社をきれいにしてくださっている皆様へ気持ちです使ってくださいっていう気持ちで渡す で神様はその行為をしっかり見ている神様もとにおさい銭は届かないので神様は自分たちの周りで自分たちのことのために使えてくださっている人たちにあなたがお金を渡してくれたそれはありがたい行為だよねっていうのを見ているでもそこにだからといって人他の人以上の見返りをあなたに渡すっていうことはないよっていうようなことを言ってましただから えー、見返りを求めて神様に何かを渡すっていうのはダメなんだよっていうことを言われて、まあ、しこたま怒られましたね。で、<laughs> キツネちゃんいつまでいるかわからなかったので、まあ、結構お団子とかお茶とかもね結構な量買ったんですけど1週間くらいでいなくなっちゃって結局余った。<laughs> 余って今私のおやつの時間のおやつとお茶になってるんですけど結局そういうふうに、えー、神様になんか高いものあげたら高く返ってくるのかなって思った気持ちっていうのは結局無駄に終わっちゃうとろに終わっちゃうどこにもそのものは行き場所がなくなってしまうみたいな感じになってしまうっていうことを私は実体験として体験をして神様のお使いさんが教えてくれたっていうお話だったんですけど。 まあね今神奈月でね神様いないからお使いさんがね来てくださってそれでいろいろ教えてくださってまあ面白かったけどねこんなこと初めてだったし <laughs> まあでもそういう状態で神様のところにあれを持っていかなきゃ神様のところにこれも持っていかなきゃよくしてくださったから次これも持っていかなきゃっていう感じで持っていくものに意識があるっていうことはそれは 神様以外のの違うものがつだからえっ、ー、とまあお盆とかね命日とかでお仏壇に何か添えるっていうのはまた違うよでまあ神棚もそうだねあの神事の時に添えるっていうのとは違うよでも例えば宝くじを当たってほしいからあるいはちょっといい金額当たったから だからって言って何かをするっていうのはそれは違うし、えー、そういうことを求めていつもと違うものを持ってって納めてくるっていうのもちょっと違うよっていうこと言ってましたねで。もしそういうことを特別にお願いしたいのであればちゃんと宮司さんにお願いをして特別な祈祷をしてもらう必要もあるし、えー、神様にお願いを届けるっていうのはそういうことじゃないんだよっていうことは言ってました。 なので、えー、私と同じように <laughs>、庶民の心はきっと皆さんも、皆さんは私と同じではないかもしれないんだけど、でもまあね、えー、思っちゃうこともあると思うので <laughs>、よかったらぜひ参考にしてください。で、えー、今日私が本当に話したかったことは、今、断捨離してる場合じゃないよっていうことなんですよ。 きつねさんがね、教えてくださったことの、まあ、そんなことなんですけど、なんかもう、ふわーっとこう、イメージのような感じで教えてくれてたことなので、うまく言葉にするのはちょっと難しいんですけど、あの、これからね、今のようなものが手に入る時代ではなくなっていく。えー、まあ、ものはなくなることはないんだろうけど、あの、 今みたいな感じで何でもかんでもすぐ買えるっていう感じのそういう世の中じゃなくなるかもしれないって私は思ったんですよねそれをイメージ受けた時に、えー、今私たちの周りには本当になんかお金さえ出せば何でも手に入ってえこんなものも100円で買えるのっていうようなものもいっぱいあってでまあねある程度欲しいものはほぼ買えてまあ高くて買えないものもあるよ確かにでもそうじゃなくて で身の回りのものっていうのは何でも変えてで生活も楽でそして結構便利なものもたくさんあってでちょっと壊れたりね古くなったりしたらバンバン捨てていくまさにもう使い捨ての時代になっちゃってますよね。でこういう時代じゃなくなるよっていうことをおっしゃってたんですよね、まあ、確かかに戦争とかね。 始まってきててき灯油が高くなったりガソリンが値上げしたことによっていろんな物価も上がっていって買いづらくなってきたなぁとは思うけれどこれがその他の原因でもあって、えー、もっとがが手に入りづらくなるる時代が来るこれからそういう時代が来るのに「今物捨てていいの?」って「あああの時捨てなきゃよかった」って思うものいっぱい出てくるよっていうようなことを言ってました。 ま確かにそうだなって私も思うことあるんですけど、だからといって、邪魔だしさ、物溢れてるしさ、って思うんですよ。でも、物がなくなる時代が来るって分かっているから手元に置いておく。これはいいことじゃないんだって。物がかわいそうだし、いつ来るか分かんない、次来る、使う、 番が来るかも分かもんないっていうような状態でずーっと閉まっておいてもそのものはね生き生きしないんだってだから自分が使わないんだったら誰かの手に渡しなさいって断捨離して物を捨てるんじゃなくってその物が欲しいと思ってる人がいるはずだからその人のところに渡しなさいってそれが循環を生み出していくんだよってだから これから物がない時代になっていくからバンバン物を捨てるっていう感覚を考え直した方がいいって言ってました今のように食べるものも簡単には買えないかもしれないよってだからどうやって大事に食べていくかどうやってきちんと体の中に栄養を残していくかそういうことも今から知識をつけなきゃいけないし今までだったらすぐ買ってくれば 手に入った。でも、物がななければ買えない。お金を出しても物がないから買えないっていう時代が来た時に手元にあったものそれを生かすことができるし自分が使わなかったからって言って誰かにあげたものが 一つの循環となって回ってくる。その上げたものが回ってくるんじゃなくて、自分はいらないから使っていいよって渡したものが、同じような循環であなたが欲しいと思うものがあなたの手元に回ってくる。これが循環なんだって。だから、えー、そういうような感じで物は巡ってくるから、捨てるんじゃなくて、使いたい、欲しいと思っている人の手にちゃんと渡しなさいっていうことを言ってましたね。で、もう一つは、 えー、作れるっていうことがものすごく大事だって。ものがある。で、ね、取っといて誰かに渡すだけじゃなくって、例えば今なんかもう和裁できる人が少なくなってきちゃったから、ものがない時代、着物今みんなバンバン捨ててるけれど、じゃ着物を縫える人がいなかったら、七五三、成人式、結婚式、着物ないんですよ。ね、私たちつまみ細工するけれど、 かんざし作れる人がいなかったら七五三成人式なんだっけ結婚式ねかんざし作れる人がいなかったら紙飾りないんですよ。だからちゃんとものが作れるっていうことはすごく大事なんですっていろんな人がいていろんなものが作れるこの状態を物がない時代を乗り越えた時にちゃんとまた伝承は始まっていくんだけれど 物がない時代に物がないから作れないでだんだんみんな死んでいなくなっちゃって伝承はなくなっていってしまう。それが一番もったいないから、まずはきちんと物を循環させるっていうことと、自分がちゃんと何かを作れるっていうことを今からきちんとやっておきなさいって。で、物を作れることも大事なんだけれど、 物を作ることができるっていう人を大事にしなきゃダメだよって。私なんかミシン使うのものすごい下手っぴだけど、ミシンを上手に使うことができる人がいれば、お洋服塗ったりバッグ塗ったりできるわけでしょね生地いっぱい持ってるよっていう私が、その人に生地渡せばお洋服作ってもらえるじゃん。ねで、同じように レジンで何か作れるよっていう人はもしかしたらアクセサリーがないかもしれない。じゃあその人がね、アクセサリー一つつけることで楽しくて幸せな気分になるかもしれないよね。そうやって、どこでどんなふうに役立つかわからない。これからの先の未来はわからない時代だから、どんな時代もそうだけどね。だからそこの時に自分が何か作れるよって、こういうもの作れるよっていう、その技術は失っちゃダメだって。 だから物がない時代は物がないことだけに負けたい負け,負けるん,なんだ物がないっていうことだけにとらわれてそれで負けちゃうんじゃなくって何にもなくても作れるよっていう作り方知ってるよ作ったことあるよっていうそれが大事なんだよって編み物をできるけどでも毛糸がないんだよねってでも編み方知ってたら腐れも編めるんだよね わかるかなんざし作り方知ってるよってでもかんざしピンがもうないのって思ったら木の枝から掘り出すことはできるよねどんな形なのか知ってるしどういうものが使いやすいかも分かってるんだもんねいろんなことができるのだから作り方っていうのは失ってはいけないって言ってましたものがなくなった時代に作り方を伝承できなくなっちゃうと廃れてしまう だから今こうやって手芸品工芸品アクセサリー作ったり何かハンドメイドをやっていくっていうこの皆さんの頭の中にあるこの知識そして作り出すことができる手そして積んできた経験これはこの先の宝になるから絶対それぞれが失っちゃダメだって今例えば下手だからとか売れないからって やめようって言うんじゃなくてそれでもいいからそのやっていることはなくしちゃダメだってやめてもいいから忘れちゃダメだってそんなことを言ってましたやっぱりねものを作るっていうことはすごく大事なんだなっていうことを私はその狐さんに教えてもらったんですけれどこれから先の未来にねどんな時代が来るかはわからないですけれどでも 今のように何でもかんでもあるっていうわけじゃなくなったらもしかしたら近所の方がね七五三なのに頭に何にもつけるものがないかもしれない布も手に入らないかもしれないでも身近にあったもう着れない冬服とかねそういうもので作ってあげることができるかもしれない分かんないよね作り方知らなかったら作れないけど これだけたくさんの方がいろんな手芸品を作ってるからねそれぞれがその自分が培っていることを大事にしていけば未来にこの技法っていうのはつながっていくんじゃないかなって私は思っていますなんか鼻詰まってきた <laughs> 苦しいなので、えー、まあそんなお話をね 狐さんにしていただいたのでこのお話を今日はしました、えー、物作るって本当に大事だよね私なんてお料理もできないしミシンも使え,使えないから <laughs> お料理できる人はすごいなって思うしお菓子なんか作れる人は本当に尊敬しちゃうねだからやっぱり一人が全部できるわけじゃないからねそれも循環ですよね だから作ったものも誰かに渡していけるようにいらないと思うものも欲しい人に渡せるようにそうやって循環を生み出していくことが大事だよっていうことを教えてもらったのでよかったらぜひ参考にしてみてくださいえーちょっと鼻水が苦しい <laughs> なののでで今日はこの辺で終わりにしえっ、ー、とね25日のために撮ろうと思った動画は撮れてなかったので何か新しいものをこれから作ります <laughs> よかったらまた見てくださいじゃあ本日はここまでご視聴ありがとうございましたまた見てね 最後までご視聴していただきありがとうございます。気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もまた楽しくおしゃべりしたいと思いますのでよろしくお願いします。またね。<laughs> またね。<laughs>